ルエリン・ロイドはイタリアで活動した画家である。トスカーナ州のリボルノで生まれた。父親はウェールズ出身の商人で、ロイドはイギリス国籍のまま生涯を送った。父親が亡くなった後、おじに育てられた。1894年からリボルノで、グリエルもミケーリの絵画教室で学んだ。ミケーリはマッキア派の画家、ジョバンニ・ファットーリの弟子で、同時期にアメデオモディリアーニア、 オスカルギリア、ジーノ・ロミティラがミケイリの教室で学んでいた。ロイドの作品は、フィレンツェで教えていたジョバンニ・ファットオリの関心を引き、フィレンツェに移り、ファットオリの下で修行した。フィレンツェでは、マッキア派の画家、テレマコ・シニョリーニア・アドリアーノ・チェチオーニの作品や、ルネサンスのイタリア美術の作品に親しんだ。1897年のフィレンツェ春季展に初めて出展し、 この頃は風景を天平の画家のスタイルで描いていたが、天平の技法を用いた期間は短かった。リグリアで、風景画家のグリエル・モロリア・ベンベヌーッチと活動し、プリニオ・ノメリーニと共に、グルッポ・ディ・アルバロの画家として知られるようになった。美術史を研究し、1929年に、著書19世紀のイタリア絵画を出版した。イギリスの市民権を保持していたので、 第二次世界大戦が始まった後、1944年に逮捕されほっそり収容所に収容され、その後ドイツ、バイエルン州の収容所に、終戦後の1945年5月まで収容された。フィレンツェに戻った後、収集家のホベルト・パピニの屋敷で暮らした。ありがとうございます。